でみんな家の中にいると思うんですけど、恋人の皆さんとデート、ディナーデート、メイクアップルックを今日はしたいと思います。では早速やってみましょう。家の中だけだからちょっと軽めにファンデーションを、ニキビが隠れなくてもちょっとファンデーションをして、恋人の皆さんはニキビがある彼女も全て愛してください。家の中でディナーデートだから、がっつりファンデーションは塗らなくていいかな。資生堂のベイビーパウダー、メディケイテッドだから肌にいいらしいです。目の下っていうか全体的にこうやって塗ります。アイシャドウ、これまずはこれ白いやつで全体にやって、これフィリピンのタガイタイで買ったタンブラーをここに全部入れてます。目の下にもちょっとやりますよ。アイメイクのウォータープルーフブラックです。色はで、ほくろを追加するの好きなんですよ。なんかマリリン・モンローでも気分でほくろつけます。力もこれです。さっきのアイライナーと同じメーカーのヒロインメイク。このマスカラは茶色なんだけど、すごい結構濃い感じになります。すごい上に上がるから好き、このマスカラは。はーい、キャンメイクです。これでノーズシャドウしますよ。高くなれ。これこのコントアでなんかコントアだけどチークにもなるように、ここら辺全体にやってみます。この真ん中のやつ、鏡全体的に、ブラウンのチークみたいな感じ。フィリピンのブランドかな、 J カット。反応して、あ、Yes、 あ、 The Big Eye Pencil、 アイライナーペンシルで、この粘膜にかけます。ちょっと気持ちだけ、こんな感じ。ちょっとゴールドチークというマックのすごい赤いリップ、マックレッド、久しぶりに使います。ポンポンポンって塗ります。どん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 、赤くなってきた。電車かなこれ。結構赤くなっちゃった。グロス、これもマック。
曲リアナグランデのシーズンの時に買ったやつだ。懐かしい。これはちょっとグロス、ちょっとキラキラなる。マイク忘れてた。次は着替えてきます。待っててね、待っててね。こういう感じ。使ったことがなかったからよかったかな。はい、じゃあ皆さん大切な人と、ワインでも飲みながら素敵なディナーを過ごしてください。最後まで見てくれてありがとうございます。次のビデオでまたお会いしましょう。バイバーイ。